ドラム初心者必見、これだけはやっとけ集永久保存版。その1、練習方法を知ろう。例えばまず叩きたいドラム初心者の曲を決める。その次に曲の基本的なビートを把握して曲のフィルインを理解する。それからはとりあえず1曲叩ききれるようになるまでひたすら反復練習。2から4を繰り返すことでいろんなリズムやフィルインを学べて、より楽しくドラム練習ができます。その2、スティックの握り方を知ろう。その3、ドラムを始める前に目標を決めよう。その4、とりあえず8ビートを叩いてみよう。その5、上手な先輩方にたくさん質問をしよう。その6、好きな曲を選んで叩いてみよう。いかがでしたか？ドラムを始めたいけど何をすればいいんだというお悩みを少しは解決できたでしょうか？他にも自分はこんな練習してた、今ドラムに関することでわからないことがあるといったアドバイスや質問があれば、どんどんコメントしていってください。